家庭菜園ライフ。こんにちは、三鷹で菜園を楽しんでいる高畑です。今日は巻くだけ、もしくは溶かしてかけるだけ、誰でも簡単にできる病害虫対策についてご紹介いたします。薬剤を使いたくないという方、これからの病害虫対策が夏野菜の成功の分かれ道となります。薬剤を使わずにご自宅にあるものや、もしくは市販で買えるものを使って対策をすることで手軽に予防につながるものがあります。今回はそういったものの種類の紹介や使い方などを合わせてご紹介していきます。それでは行きましょう。それではまず夏野菜の病気や害虫の種類についてご紹介いたします。野菜の病気というのは多くがカビが原因となります。カビが増殖したり、植物の体内に侵入して悪さをすることが多いです。ですので菌が増殖しないようにすることや侵入しないようにするということが重要となってきます。また人間と同じで、体が弱っている時には病気にかかりやすくなるのと同じで、野菜も体調が悪い状態ですと病気に感染しやすいので、活力を与えるということも有効なものとなります。ということで、カビを予防したり株自体を元気にするものをご紹介いたします。その他害虫に関しては、多くがガの幼虫やアブラムシ、カメムシや甲虫類も出てきます。虫の対策としては、薬剤は少しお守り的な要素があり、自然農薬で完全に死滅させるというのは難しいです。匂いなどで多少よりづらくすること、また健康に育てて野菜本来の防御能力を高めること、こういったことが大切な要素となります。今回ご紹介するものはあくまでも家庭菜園にお勧めしています。自家消費を前提で散布などをしてみてください。販売を検討している方は、どんなものを使っているかなどはしっかりと管理して記録を残す必要がありますので、あくまでも自家消費ということで見ていただければと思います。それでは今回3種類ほど資材をご紹介いたします。1つ目はお酢です。2つ目が草木灰、3つ目が米ぬかです。それではご紹介していきます。まず1つ目のお酢です。これは何度かご紹介してきていますが、野菜本来の抵抗力を上げたり老化を防ぐ目的で活力剤として使っていきます。どこのご家庭にもありますので、活用しやすい資材となります。お酢の効果というのは、希釈を 3,400 倍にしますけれども、葉に葉面にかけますと野菜の代謝を良くします。代謝というのは、窒素が葉に溜まりやすくなりますので、それをエネルギーに変えるという役目をします。このお酢をかけなくて肥料分が多いとですね、窒素が溜まって虫にやられやすくなります。虫にやられると今度はそこから菌が入って病気になりやすくなるということがありますけれども、このお酢はそれを解消してくれます。使う資材としては穀物酢を用意していきましょう。定期的にこれを使うことで野菜の防御力が高まります。一番効果的なのは3日かけて3日休むというのがいいそうですが、一般の方なかなかそれはできませんので、最低でも週1にかけると効果があると思います。使い方と作り方をご紹介します。お酢を 3,400 倍に水で薄めて使います。簡単に作る方法としては、ペットボトルで若干小さいサイズ 300ml を用意します。ペットボトルキャップの内側に丸いくぼみがありますが、そこの内側がいっぱいになる程度がちょうど 1ml です。それを 300ml のペットボトルに入れると、300倍希釈の酢水が出来上がります。それを噴霧器に入れて葉の両面に散布してみてください。酢水の場合は使い切りが重要で、放置しておきますと品質が悪くなってしまいますので注意してください。もし残ってしまいましたら、野菜の根元にかけていただくのも有効な利用方法となります。2つ目は草木灰です。草木灰は焼けた匂い、焦げた匂いで害虫を忌避させます。またリン酸分も豊富ですので、自然に土に染み込んで、それもまた養分に変わっていきます。
粉の状態でそのままかけてもいいですが、全体的に散布する場合は水に溶かしてかけるといいと思います。そうしますと葉からもリン酸分を吸収しますので非常に役に立ちます。これからの栽培の野菜ですと、例えばナスなどに発生するテントウムシダマシやウリ科に発生するウリハムシ、枝豆に発生するカメムシ、なかなか捕殺するのが難しい甲虫にも有効ですので試してみてください。ホームセンターで手軽に手に入るのもいいところです。では使い方です。粉でかける場合はまずかける葉を水で濡らします。それは噴霧器でも構いません。灰が付着するようにまず濡らします。そして花咲かじいさんのように全体的にパッと巻きます。あまり厚くする必要はありません。濡れていますので葉に付着して簡単には落ちない状態になります。風が吹いても落ちません。こんなやり方を試してみてください。どうしてもダマになったりうまく巻けないという方は液体にしてみましょう。散布方法としては草木灰の分量はあまり気にすることはありませんが、そのまま噴霧器に入れてしまいますと根詰まりを起こしますので、上澄み液だけ使うというやり方もあります。また量が多い場合はじょうろなどに入れて均等にかけるというやり方も有効です。やってみてください。最後、米ぬかです。米ぬかは散布することによって乳酸菌が発酵します。それによってカビを撃退してくれます。ですので直接葉にかけてもいいですし、水に溶かしてスプレーなどでかけるというやり方もあります。さらに菌を増殖させるために少し砂糖などの糖分を入れて数日寝かせると非常に乳酸菌が強いスーパー液肥に変わります。これを葉面に散布して、例えばうどんこ病やべと病などカビが原因の病気に使ってみてください。こちらは分量はある程度適当でも構いませんので、まず作ってみてください。ということで分量についてもう少し細かく確認したい方は概要欄に今回のレシピを載せておきますので、ぜひチェックして作ってみてください。今回は以上です。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた。